ガンプラ制作動画を投稿しています。ガンプラ団です。僕の手元にもやっとこの大きいやつが届きました。よいしょ。でかいです。amazon.co.jp ということで、Amazon からこちらが届きました。早速開けていきたいと思います。いやー、めちゃめちゃ楽しみっす。おお、やっぱでかいっすよね。箱がほんとでかい。開いた。じゃあちょっと開封します。ちょっと見えるように開封しようかな。こうした方がいいかな。それでは開けます。あ、逆だ。よいしょ。せっかくなんでですね、この皆さんと一緒に見ながら開けたいので、ちょっとよっしゃ。それではちょっと気を取り直して開けまーす。おー、すげー。あ、出てきた。ニコンガンダム。あー、やっと来たー。よっしゃよっしゃ、ちょっと出そう。よいしょ。おお、なんか金色がまばゆい。よいしょ。よいしょ。よし。ユニコーンガンダム、パーフェクトグレードですね。届きました。おー、やっぱりすごい。箱大きいな。この白地にこうゴールドっていうのがいいですよね。なんか高級感ありますね。うわー、なんかほんとかっこいい。で、一応この上のところに箱の持ち手があるので、こんな感じですね。上の部分こんな感じになってますね。ユニコーンガンダムパーフェクトグレード書いてありますね。これユニコーンモードの写真ですね。で、さっきちょっと見えましたけども、これが、まあ、表面と言っていいでしょうね。このユニコーンガンダムの顔が大きく印刷されてます。まあ、ユニコーンガンダムの箱というと大体この、画像が使われてますね。うん。で、こちらが、ユニコーンモードの、写真と、あと、まあ、ちょっとした武装とかの、説明があります。それから反対側が、デストロイモードですね。サイコフレームが露出した、デストロイモードのちょっと、写真と、あと、詳しい説明ですね。各部の説明なのかな。あ、こちらデストロイアンチェインですね。第3形態の写真も載ってます。それではこちらのパーフェクトグレードユニコーンガンダム開封したいと思います。緊張の一瞬ですね。わ、よし。間、お、開けたらすごい。こちらですね、ユニコーンモードから、こう開けるとデストレモードです。同じアングルで変わってくれますね。あー、なんかこういう演出もいいですね。
あ、おお、お、開けたけど見えない。お、ちょっとこれ外そうかな。うわ、これどうなってんだ。あ、引き出すようになってますね。よいしょよいしょ。ここ見えるかな。こんな感じになってるので、引き出しのようにこう引っ張り出さないといけないですね。よいしょ。ああ、いや、よいしょ。よいしょ。あー、出た。サイコフレームのパーツがまばゆい。中開けるとこんな感じです。